サフラニン、またはサフラニン王、ベーシックレッドには、組織学、細胞生物学で用いられる染料である。細胞核を赤く染める性質を持ち、グラム染色などで対比染色に利用される。また、軟骨、無菌、肥満細胞下流も染色する。渦の化合物は、ジメチルサフラニンとも呼ばれるが、下の管のウルトイにメチル元が孵化した。 トリメチルサフラニンも存在する。どちらの化合物もほぼ同じ性質を持ち、特に区別されずに混合されて使われている。分析科学では酸化還元指示薬としても使われる。アゾニウム化合物の中でも、2、8ジメチルマイナス3、7ジアミノフェナジン誘導体は、サフレイニーインズと呼ばれ、1分子の P ジアミンと2分子の一級アミンの同時酸化により得られる。まず P。 アミノアゾ化合物と一級アミンが縮合し、その後生成したジフェニルメタフェニレンジアミンと P ニトロソジアルキルアニリンが反応する。結晶は緑の金属光沢を示し、水に容易に溶けて青から紫の染料となる。合字を元であり、13字として安定でアルコール溶液は 大々の傾向を示す。フェノサフラニンの有利塩基は不安定だが、塩化物は緑の板状固体として管理できる。容易にジアゾカでき、ジアゾニウム塩とアルコールを煮沸すると、アポサフラニンが得られる。F ・カーマンによると、アポサフラニンは、霊脳硫酸存在下で、ジアゾカでき、ジアゾニウム塩とアルコールを煮沸することで、フェニルフェナゾニウム塩が得られる。 アポサフラニンと脳塩酸を加熱することでアポサフラノンが得られる。これらの化合物はオルトパラキノンとして存在する。流通しているのはオートルサフラニンである。最初に工業生産されたアニリン染料はウィリアム・パーキンが不人なアニリンにクロム酸、カリウム、硫酸を加熱して作ったモーブである。年、パーキンは酸化還元反応によって モーブのトリル元を外すことで、パラサフラニンを合成できることを示した。ローゼンバーグ L、ケミカルベーシスフォーザヒスタロジェクルユーズオブサフロニン、オーインザスタディオブアーティキアラーカーティレージ、J ボーオンジョイントセルジアム、53、 6982プミド425366 http コロンスラッシュスラッシュ www.ejbjs.org スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュアブストラクトスラッシュ五三スラッシュ1スラッシュ69 whparkingfrs クシブオンモーベインアライドカラーリングマターズ j ケンソックトランス35 717-732ドイ、10.1039 CT 87億9 3 5十万717ありがとうございます。